This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送は不動産県マンゲンのボイスオブアメリカの更新状態でお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。今年の年末年始の交通安全対策は、交通事故の件数、負傷者数、死亡者ともに減少しました。保健省が旅行者向けに大麻のガイドラインを発表しました。当局は2023年の中国人観光客の受け入れで対策を明らかにしました。国立公園は6つの国立公園で e チケットのテスト販売を行っています。それではまず初めのニュースです。今年の年末年始の交通安全対策は、交通事故の件数、負傷者数、死亡者数ともに減少しました。交通当局の発表によりますと、昨年12月29日から今年1月4日までの1週間を危険な7日間として、全国で交通事故防止対策が講じられましたが、この期間における交通事故の件数は2440件、負傷者の数は2437人、死亡者の数は317人で、1年前の2707件、2672人、333人をいずれも下回りました。交通事故の件数、負傷者数が最も多かったのは、事故数13件の南部ソンクラー県で、負傷者は15人の西部カンチャナブリー県でした。また死亡者の数は、北部チェンライ県、東北部のロイエット県、ウドンタニー県、南部ソンクラー県、東部サケット県、南部スラータニー県がそれぞれ2人で最多となりました。一方、今年の訪台者数は2000万人を突破すると予想されています。タイ観光協議会のチャムナン議長によりますと、昨年は新型コロナ感染状況の改善に伴う制限措置の緩和や撤廃に伴い、1180万人に上る外国人がタイを訪れましたが、今年は2000万人を上回る見通しです。タイは世界屈指の観光立国ですが、新型コロナの影響で諸外国と同じように観光業が大打撃を受けました。今年はタイの観光業も回復が加速すると期待されていますが、これについてチャムナン議長は、観光業が盛り返せばすぐに経済に良い影響が及ぶ、そして今観光業で最も必要とされているのが、資金に容易にアクセスできることで、政府には小規模ゲストハウスにホテルと同じライセンスを付与し、融資が受けられるようにしてもらいたいと要望を述べています。昨年の訪台外国人数1180万人については、タイ政府観光庁は当初予想の1000万人を上回ったと評価していますが、タイ観光評議会の見通し1200万人には達しませんでした。次のニュースです。保健省が旅行者向けに大麻のガイドラインを発表しました。タイでは昨年6月9日に大麻が麻薬リストから外されて合法化されましたが、この合法化をめぐって混乱も起きていることから、保健省はこのほど、外国人旅行者がタイ国内で大麻について何をしてよいか、何をしたらいけないかを説明する10項目のガイドラインを発表しました。1. 大麻草の種などを個人で利用するためにタイから持ち出したりするのは認められないこと。2.
大麻草の栽培は合法だが、栽培には保健省食品医薬品局への登録が必要。3. 大麻草の根の研究、輸出、販売、商業目的の加工には許可が必要。 4. 二十歳未満の者、妊婦、母乳で授乳中の女性の大麻摂取は医療従事者の監督下のみで認められること。 5. 大麻成分のテトラヒドロカンナビノールと合成テトラヒドロカンナビノールについては濃度 0.2% 以上のものの所持には許可が必要。6. 大麻を含む料理は認可された飲食店でのみ販売可能。 7. 大麻を使った健康製品は認可された流通経路でのみ販売可能。 8. 学校や商業施設の周辺など公共の場所で大麻を吸うことは違法。 9. 大麻を含む料理や健康製品を食べた後は運転しないこと。 10. 大麻を摂取して体調に異変が生じた場合は速やかに医師の診断を受けることとなっています。保健省ではこれらのガイドラインを守らない場合、法的措置も実施されるとして注意してほしいとしています。次のニュースです。タイ当局は2023年の中国人観光客の受け入れで対策を明らかにしました。中国は新型コロナの厳しい対策ゼロコロナ政策を解除し、2023年1月8日からの開国を発表しました。中国人観光客はコロナ前はタイへの旅行で第1位にランクされ、多くの収入をもたらしました。中国のゼロコロナ政策解除に伴い、まもなく中国人観光客がタイとしてタイを訪れると予想される中、タイ当局は新型コロナの水際対策を強化し、すべての入国者に事前に新型コロナワクチンの接種を2回以上受けることを義務付けることを決めました。また保健当局によりますと、抗体を予定している人で気管支系疾患の兆候が出ている人は回復するまでタイを訪問することを控え、また抗体する人は仮に検査で陽性となった場合、さまざまな出費が予想されることから海外旅行者保険に入っていくのが望ましいとしています。トライスリー政府副報道官によりますと、タイを訪問する人は大勢の人出が予想される場所や公共輸送機関ではマスクを着用するとともに手洗いを勧告し、抗原検査を受けることが望まれると発表しています。またアヌティン保健大臣は、タイ当局が入国者全員を対象に新型コロナの水際対策を新たに導入しようとしていることについて、中国を含むあらゆる国からの旅行者を差別するものではないと明言しました。中国ではゼロコロナ政策の解除に伴い新型コロナの感染が急速に拡大しているとも報じられていますが、タイの関係当局は政府庁舎で開かれた会議で水際対策を検討しました。中国で感染が拡大していると伝えられていることから、複数の国が水際対策を強化しているとされていますが、これに中国が反発しているとも報じられています。一方でタイ政府観光庁は2023年に中国人観光客をタイに迎える準備計画を発表しています。タイ政府観光庁は、中国人観光客が海外渡航を開始する前、北京、上海、広州などタイ政府観光庁中国事務所と会合を開きました。この中でタイの観光を段階的に促進させる観光促進策を実施することが決定されました。最初の段階では個人旅行、次の段階ではグループ旅行、またはグループツアーに焦点を当て、今年の中華正月、そして1年を通じてタイへの渡航を促進させる方針です。次のニュースです。国立公園は6つの国立公園で e チケットのテスト販売を行っています。国立公園野生生物植物保護局は、情報技術のオンラインシステムを導入し、観光客が簡単に入場チケットを購入できるようオンラインチケット販売サービス e チケットのテスト販売を開始しました。国立公園入場料のチケットを事前に予約購入するには、クレジットカードかデビットカードによる支払いか QR コードによる支払いも可能となっています。オンラインによるチケット販売でスタッフによる料金徴収の負担も軽減され、お金の保管も容易になると期待されています。
この e チケットサービスは2023年1月1日から青パンガー国立公園、シュミラン諸島国立公園、ハットノッパラット国立公園、青谷国立公園、ノインタノン国立公園、エラワン国立公園など6つの国立公園でテスト販売が開始されています。入場エリアをカバーする電子信号を使用し、観光客が受け取った QR コードを確認する必要があります。そのため現時点では全ての国立公園で実施できるわけではありません。しかし将来的にシステムが安定すれば、全ての国立公園でこの e チケット販売が実施される予定です。これら6つの国立公園はシステムに対応できるか、または外国人が好んで旅行する有名な観光スポットか、それらの基準を経てテスト販売する場所として選ばれました。チケットシステムの開発、特にクレジットカードやデビットカードによる支払いは、将来観光客にとっても非常に便利なものであり、今後さらなる利用拡大が期待されています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.